こちらのコーナー参りましょう。ふと客と喋ろう。僕にですね、今まで1回でも YouTube の生配信でスーパーチャット1万円以上送ったことあるという方、ちょっと手を挙げていただいていいですかね。おお、どうしようかな。お、2人並んでますね。すごいですね、最前列で。あ、4人並んでんの？ぷよぷよやったら消えてんで。そんなことないよ。4人並んでんの？じゃあどうしよう。そうやな、多分でも俺しな、ヒルネネコとモチタゾルディックやんな。うん、すごいな俺。で、1回電池の切れかけたカニで喋りましたもんね。2回、2回ずつ、すごいやん。なんか違法なチケットサイトで撮ってる。最前列すごいね。ありがとうございます。まあついでに聞こうか、ヒルネネコどう最近、楽しい？もともとの誰かを押してたんやな。で、ジャニオタ降りて俺を押してる女なんですよ。な、あー、覚えてるわ。モチタゾルディックね。あー、最近どう？うん、あー、そうや、コンセプト、メンズコンセプトカフェに、あれ、ちょっと待って、モチタゾルディックやんな。なんか、その なんて言ったらいいの、あれ、まあホストクラブよりちょっとライトなコンセプトカフェ。そうか、こうなんかコスプレした男性とちょっと飲めるみたいなお店にハマってて、なんか推しとくるみたいに言ってなかった？あ、推しがこの会場におんねや。なんかスパチャで今度の電池の切れかけたかに、そのメンコンのあのコンセプトカフェの私の推しと一緒に見に行きます、でも席が隣じゃなかったんでピエンですみたいな言ってたような。ごめん、ピエンとか言ってないかもしれんけど。悲しいですみたいな。おんの？恥ずかしくなかったら手挙げてもらっていいですか？ちょっと、うわ、ぽいわぽいわ、すいません、失礼なこと言って、すいません。ほんで、なんかえらい有名なとこなんやろ。あ、なあ、すごいコンセプトカフェね。お二人ありがとうございます。そしてこちら男性お二人、ほんまに。じゃあこの白いパーカーのお兄さん、お名前いいですか？訪問イタコ。訪問イタコ、うわー、アイコンイラストやの家庭訪問、背景黒でこの後先生拉致されるんかいのやつや。訪問イタコに拍手、すごい。あれか、めっちゃ怒ってくれるよな。え、何歳なの？21。何してんの？大学生。大学生で？いや、お前1回の配信で結構送ってくれるやん。でも3万とか。まあ安いか、3万やったらな、今や。すげえな。何、アルバイトで？何してんの、アルバイト？家庭教師と塾。お前そんな金使うなよ。こんな言ってあれやけど、塾の生徒とかさ、家庭教師の生徒とか、あ、ほんまに家庭教師なんかい。訪問いたこて、あれ家庭教師のアイコンしてて。そうやったんやん。ほんでお前生徒とか知ってんのかいな。いや、多分知らない。粗品にスパチャしてとか。なんで話さへんねん。話せよお前、道徳の授業なるやんけ。道徳が経済かいけるやんけ。すごいな、訪問いたこ、ありがとうね。訪問いたこにもう一度拍手を。ありがとうございました。ほんでそのお隣のスラムドッグミリオネアみたいな、あなた、ごめんなさいね、もう俺だけしかわからんねんけど。で、お名前いいですか？ボールドアタックです。ボールドアタックか、誰やねん。ごめん、覚えてないわ。ボールドアタックさん、何回ぐらい、結構投げてくれてます？3回か。え、潜在のアイコン？
そう、はい、洗剤のアイコン変なやつじゃなかった？ごめんな、変なやつではない。ボールドアタックは何歳なん？26です。あら、意外に。何されてる方ですか？会社員。会社員言えますか？何の会社、何系とか。不動産。不動産なんや。じゃあまたあのお金ちょうだいな。ボールドアタックに拍手を、ね、おー、どうしようかな。何分までいいんでしたっけ？無限にいい？OK。もうちょっとじゃあ、不当客の方、どうしよう。じゃあ、どうしようかな。あ、じゃあこの列のメガネの1,2,3,4,5 列目のお兄さん、お名前いいですか？そばら。そばら。どういう人？へえ、そうなんや。誰？ありがとう、そばら。え、その時はどういう文言でスパチャしたんですか？で、なんかその弁解とかで、うん、なんか不当客とか話してるの見て、おう、そこで不当客どうって捨てましたみたいな。おお、なるほど。そうか、その動画を見て、ここに来てくれたんや。あと、その行って、おう、で、その話してるの見て、おう、羨ましいんや。うわ、そうや、だから俺がこの太客とこうトークしてる動画とかをたまに上げてるから、それとか切り抜きを見ていいなと思って入ってくれたんや。じゃあ大切にせなあかんやつやな。最初はもう切り捨てようかと思ったけど、じゃあ大切にせなあかんな。あ、ほんま、ありがとう。何の金でスパチャしたん？バイトの。バイト？何のバイト？お前も塾。俺塾界隈でバズってる、もしかして。なんか塾の中で話題になってない。ありがとう、これからも頼むわ、そばら。ありがとう、ね、ぜひ。どうですか、他。全然いいですよ、1回だけ送ったっていう人でも。じゃあ、金髪の方、お姉様、お姉様お願いします。お名前。凡人ガンナーです。凡人ガンナーな、わかるわ。そばら、ごめんな。凡人ガンナー、わかるぞ。競走馬がアイコンのやつや。よし、わ、俺インチエグいな、やっぱ。競走馬のアイコンのやつで、師匠やろ。弟子です。弟子も来てる、素敵ですね。あれやで、弟子にもスパチャしとけって言ってましたとか言って、弟子さんからもね、くれいただいたことありますし。凡人ガンナーやんけ、そんな人やったんや。おい、凡人ガンナー女性でしたっけ。あれや、 NGK とかも来てくれんねや。なあ、言うてたな。そう、競馬も好きやし、で、結構劇場にも来るタイプの方で。ありがとうございます。な、どういうご関係ですか、弟子とは。飲み友達。すごいね。お二人でお越しですか？はい。うわ、すごいね。弟子さんはその師匠から、え、なんか粗品のスパチャしろよみたいに言われたってことですか？いや、もともと好きで。え、あら、俺きっかけで出会ったんや。え、ほんでほんで。ねえ、ほんでほんで。ほんで、どんな、まあ、あの配信でスパチャ投げてたって聞いたんで、うん、じゃあちょっと一緒にアガスパ投げようって言って。いいな、ほんでな、二人がいい感じになって付き合って何年かしたらハゲタ婚してください。え、結婚してます。あ、結婚してんのか。そうか、ハゲタ婚ならず。俺きっかけで結婚してハゲタ婚してくれよ、ね、じゃあ凡人ガーナーと弟子に拍手を。すごいね。